ロッテグループロッテホテルロッテホテルは、ロッテグループ系列のホテルチェーンである株式、会社ホテルロッテが運営する韓国のホテルチェーンである。1973年5月に株式、会社ホテルロッテを設立し、1979年に、ロッテホテルソウルをはじめ産室、富山、チェジュ道ソギポ、ウルサンなどの地にホテルを建設した。2009年4月、ソウルシアサウラクにビジネスホテルである、 ロッテシティホテルアサウラをオープンし、2010年6月には海外チェーン1号店をモスクワにオープンした。2011年12月8日にはロッテモール、キンポ空港内にビジネスホテル、ロッテシティホテル、キンポ空港をオープンした。設立は1973年5月5日で、1979年3月10日にロッテホテルソウルが開業。 ロッテホテル第1号のホテルとなる。ロッテホテルは外国にロイヤリティを一切支払わない、純粋な国内チェーンホテルであり、特急ホテルである、ソウル、ロッテワールド、ウルサン、フザン、チェジュに続き、2009年3月15日には、ソウル市朝浦区の高徳駅から徒歩約2分のところに、プレミアム級ビジネスホテルのロッテシティホテル朝浦をオープンした。 2010年9月13日には、海外チェーン1号店をモスクワに、そして2011年12月8日には、金浦空港から徒歩約5分のところにロッテシティホテル、金浦空港をオープンした。なお、大田港行市にあったロッテホテル大田は2003年7月31日をもって閉館した。ホテル業以外にも、ロッテワールド、ロッテ免税店も経営している。 ロッテホテルソウルロッテホテルの運営会社である、韓国法人ホテルロッテは韓国ロッテ聖火やロッテ7世、飲料、ロッテショッピング、ロッテ建設、湖南石油化学といった、韓国ロッテグループの主要企業において、筆頭株主となっている。一方、そのホテルロッテの筆頭株主は、日本のロッテホールディングスである。つまり、ホテルロッテは韓国ロッテグループの実質的な、 持ち株会社であるが、日本と韓国にまたがるロッテグループの頂点に位置するのは日本のロッテホールディングスである。しかし、その他に第1から第12まで数字が付けられた日本法人の L 投資会社でホテルロッテ株の約72.65%を保有しているため、事実上の筆頭株主は L 投資会社だとの意見もある。L 投資会社については情報がほとんどなく、 ロッテグループ関係者ですらその正体について知られていないが、本店所在地がロッテグループ創業者である、重光武雄の日本の自宅であったり、代表取締役に重光武雄や、次男の重光明雄らが名前を連ねていることから、重光武雄が作った特殊目的法人、もしくは一種の投資組合である可能性が指摘されている。なお、 日本のロッテホールディングス及びロッテを含む参加の事業会社が全て株式非上場企業であるのとは異なり、韓国のロッテグループ企業の中には、ロッテ製菓やロッテ7世飲料、ロッテショッピングのように、韓国取引所に上場している企業も少なくないが、日本側の出資比率の高いホテルロッテは日本にあるロッテグループ企業と同様非上場となっている。一連の お家騒動を受けて、茂光明夫会長は、現在の非常場や茂光一族による不透明な経営に加えて、日本側が過半数兆の出資をしているという問題を解消するために、ホテルロッテを、はじめ、非常場のロッテグループ会社を早期に上場する方針であると明らかにした。ありがとうございます。